本日はドラクエ10ですね。レベルの上限がもう近いので、今現在104なので、確か105までしか今のままだと上げれないんですよ。なので、レベルキャップを外そうということで、そのクエストをやりに来ています。この人でいいのかな？場所は真の荒萩色地方ですね。北の方にある井戸です。井戸のそばに、この聖剣士ゼランさんっていう人がいるんで、なんだろうね、こっち側なんかハテナがあるんだけど。何これ？目には見えないが何者かの気配を感じる。下手に触れない方が良さそうだ。うん、やめとこうしたら。はい、ということでこのゼランさんに話しかけてみましょう。見えるぞ。身にまとう装備の奥に隠されたお前自身の生身の肉体の強さが、よくぞここまで鍛錬を積んだ素晴らしい。だがお前もわかっているはずだ。このままではいくら鍛錬を積んだとしても、遠からず限界が来るであろうことを。わしの名は聖剣士ゼラン。お前を審判した六聖人が一人。精神武王の門下の者だ。今こそわしの試練に挑む時が来たようだな。さあ、覚悟を決めよう。己に課されたレベル105までの限界を突破し、あれ？なんか暗くなってきたな。その先まで成長することを望むか。もちろん、そのために来ましたよ。これをクリアすれば、レベルが108になるんですね。やってみましょうか。その言葉に二言はないな。よかろう。限界を突破するためには、お前の五感すべてを人を超えた段階まで高める必要がある。はい。指先、まあもしかしてこれで隣の人を触れるのか？精神武王様のもとで、強化したるは味覚。そして、我が同門、三叉の手で聴覚を強化したお前が、次に強化すべきは触覚である。まずは試練を受ける準備として、己の感覚を極限まで研ぎ澄ますため、その身にまといし、頭、体、上下、腕、足の装備、マジで。そして己の体を解放した姿となったらわしに話しかけるがいい。装備を外していればマイコーデを使っても構わんぞ。マイコーデなんて俺はしてない、設定してなかった気がするな。頭？外す。頭も？体上下って言ってたね。体の上下も？で、腕も？ どんどん恥ずかしい姿になってきますよ、これ。これでいいのかな？これで話しかけてみようか。よかろう、指定の装備を外したようだな。これでお前は己の体を解放し、極限まで感覚を研ぎ澄ますための準備が整った。ではこれからお前にまじないをかける。姿を持たぬ身よ。この者の資格を認めし、時その時、その姿を現さん。はあ。それに、さあ、どんなのがいるんだ、隣に。ゼランが空中に印を結ぶと、ポコタの体がほのかに発光し、じんわりと暖かくなった。これです。さて、実はな、わしの右隣にとあるモンスターを姿の見えない状態にして召喚しておる。今からお前はこのモンスターに触れ、感触だけでわしの召喚したのが何のモンスターか判断する。そんなクエスト。そしてこの世界のどこかに生息する。そのモンスターを装備を脱ぎ捨てたその姿のままで倒してくるがいい。正しいモンスターを倒した暁には、お前のもとに、カゲロウの実という目に見える特別な果実が現れる。それを持ち帰る。さあ、まずわしの右隣の不可視の存在に触ってみるがいい。指先の感覚を研ぎ澄ませばこのモンスターの姿を感じ取れるだろう。大丈夫かな？大丈夫かな、これ。マジっすか。ポコタ恐る恐るゼランの右隣の空間に両手を出してみた。なんと、確かにそこには透明なモンスターが存在しているようだ。感覚を研ぎ澄ましじっくり触ってみると、今触ってる？どうやらそのモンスターはザラザラとした岩のような肌をしているようだ。それだけ？もし一度触っただけでは何のモンスターかわからない場合は何度も触ってみることだ。さすれば新たな気づきを得られるだろう。じゃあ、お言葉に甘えてもう一回。さらに触ってみると、どうやらこのモンスターは凸凹の少ない巨大な塊のようだ。ああ、
デコボコの少ない巨大な塊、爆弾岩的な感じかな。もし触っただけでわかんない。もう一回だけ。もう一回だけ触れてみよう。おや、どうやら塊の正面に大きな丸い鼻がついている。大きな丸い鼻がついている。はい、ちょっと裸だと恥ずかしいんで、マイコーデ的なもので、服装を選んでみました。実際にはね、装備してないんですよね、体。頭とか。全然。この状態で、さっきのヒントにして、ちょっと敵を探しに行ってみたいと思います。なんとか、岩なんだよね。なんとなく、はい、ヒントをもとにですね、前々回ぐらいにやってきた、キノコのところにやってきました。ポポリアキノコ山。鼻は丸い鼻があって言って岩っぽいって言ったらこいつなんじゃねえのということで、ちょっと戦ってみましょうか。もし合ってればね、なんかマークが出るはず。ほら来た。やっぱこいつですね。問題は倒せるのかっていう話だけどね。俺は逃げようか。逃げた方がよくね。他のに任せて。よし、倒してくれた。拳くらいの大きさのものが突然手の中に落ちてきた。手に入れましたね。では、戻りましょうか。確か、真の荒吐き色。はい、聖剣士ゼランのところまで戻ってまいりました。うむうむ、わしもここで感じていたぞ。カゲロウの実がお前の資格を認め、姿を現す波動を。さあ、そのカゲロウの実を手に取ってみよう。そして、精神を研ぎ澄まし、手のひらでその身のありのままの姿を感じ取るのだ。どういうこと？まあ手に取ってみましょうか。ポコタはカゲロウの実を持って手のひらに意識を集中してみた。すると、棘のようなものが指先に触れるのを感じ、そこから手のひら全体がじわじわと熱くなってくる。人を超えさらなる高みを目指す者よ。汝の願いに応え、今我が果実の力にて、触覚を秘められし力を解放しよう。突然ポコタの頭の中に見えないはずのカゲロウの実の姿がはっきりと思い浮かぶ。そして手の中のカゲロウの実が弾ける感覚とともに、ポコタは自分の触覚が生まれ変わったように感じた。お前はこの儀式によってレベル108まで成長できるようになった。さあまた全力で鍛錬に励むがいいぞ。そして新たな触覚で世界を感じてみるのだ。今までわからなかった世界の輪郭を感じ、触れることができるようになっているだろう。おお、これで108まで。はい、無事レベルキャップが外れて108まで上がるようになりましたね。なんか最初の頃の方がね、結構あのモンスター倒してこいとかいろいろあって厳しい条件だったような気がするけど、なんかここに来てちょっとしたクイズ的なものになってきました。なんかやりやすい感じになってきましたね。はい、さてということで次回はメインストーリーをやりましょうかね。はい、楽しみに待っていてください。それでは。